おはようございます。ケポンです。今朝の8時8分でございます。はい、ということでもうね、これからまた出かける準備するんですけど、眠たいっすね、やっぱり朝は。昨日12時ぐらいには寝たんですけど、でまあ7時半頃起きて、結構しっかりね寝てるはずなんですけど、やっぱあれですね、日またいでなんか寝るのってちょっとしんどいっすね。うん、なので今日は、夜の11時頃に寝たいなと思います。やっぱりそれぐらいで寝て、8時間睡眠寝るのが一番だと思います。ね、3食しっかり食べて、体を動かして8時間寝る。もうこれがやっぱり一番の健康ではないでしょうか。と言いつつもなんか声が若干なんか出にくいですけど、はい、ということで準備していきます。朝ニュース見てたんですけど、内定取り消しってきついっすよね、この時期に。いや、辛いやろうな。なんかそろそろもうベーシックインカムでも導入したらいいのになってめっちゃ思いますね。そしたらもっとみんな、変な話、お金に困らんというか、なんかお金に困ってなんか生活するっていうか生きるのってなんか辛いっすよね。うん、何のために生まれてきたんやろうとかめっちゃ僕は考えてしまいますね。せっかくなんか人生楽しむためにあんのに、それがお金によってこう苦しまなあかんみたいになって、なんかそんな世の中嫌やなとか思ってしまいますね。まあそんなこと言っててもまあね、頑張らなあかんので、はい、仕事行ってきます。はい、ケポンです。今帰ってきました。時刻が16時45分になりましたね。はい、ということで今から走りに行こうかなと思います。今日走れば80010日目かな。はい、ということで、着替えて行こうかなと思うんですけど、その前にですよ。はい、2回言いました。これうまないっすか、これこのコカ・コーラの自販機に売ってるあのコーヒーのゼリー、コーヒーゼリーみたいなやつなんですけど、これめっちゃうまいっすね。昨日仕事終わり、何気なしにこう自販機見てたら売ってて、飲んでみようって思って飲んだんですけど、バチクソにうまい、これ。マジで。で今日も買ったし、で昨日も買ってるし、で今日ランニング終わりこれ買おうかなってちょっと悩んでるぐらい今。まあ、ただコーヒー入ってるんでね、あんま飲みすぎたら、夜、寝れなくなっちゃうんで、子供みたいなこと言うてんな。まあ今日はできれば11時頃には、寝たいなと思っておりますので、はい。まあね、コーヒー飲みたいんですけど、まあ走り終わってから決めようかなと思います。ということで今から着替えて走りに行きたいなと思います。では、レッツラゴー。はい、ケポンです。今日の10キロ終わりました。今日で810日目になります。記録はこんな感じです。はい、ということで今夕日がめっちゃ綺麗です。ちょっと見えるかな、これ。はい、どうですか、見えますかね。こんな感じでもうちょっと向こうの方でゴールすればよかったなぁとちょっと反省でございます。はい、あとなんか走ってる最中ずっとこの右の首かな、めちゃくちゃ痛くて、でこうこっち人来てないかなとか車線変更するとき首痛くてね、なんかうまく向けなかったんですよね。ちょっと体ごと向けるとか、なんなんやろ、寝違えたんかなとか思いながら、最近ずっとちょっと右の首が痛いですね。足は全然痛くないけどって感じなんですけど、はい、ということで、今から帰って、ちょっとまあシャワー浴びて、でちょっとまたいろいろと今日はやらないといけないことがあるので、ちょっといろいろと作業したいなと思います。では、ほな。はい、こんばんは、イケポンです。今夜の21時37分でございます。はい、ということで今お風呂上がりで、私は今ココアを飲んでおります。はい、
で、お風呂入ってる時に久しぶりに PA したいなって思ったんですよね。で、PA って何って思う人もいてるかと思うんですけど、まあ、PA って音響のことなんですよね。僕は昔まあ音響スタッフやってたんで、久しぶりにしたいなって思いましたね。で、まあ、やる方法としては、まあ、やっぱり、テーマパークとか、あとは、まあ、メジャーだと、結婚式場とか、ライブハウスとかになると思うんですけど、今ね、どこもかしこもね、コロナの影響でね、やってないんですよね。まあ、テーマパークとかも今、営業中止してるとこも多いですし、で、ね、ブライダルに関しては、何ですか？ね、コロナの影響で、てないし、まあ、キャンセルとかもあるみたいやし、で、そのブライダルか今、なんかその、僕は今朝ニュース見て、内定辞退って話したと思うんですけど、それがね、確かブライダル業界の人の話で、やっぱりその結婚式場、まあそういったところも、もうどんどんキャンセルされてってるから、その、ま、雇えへんみたいな、言うてましたね。で、まあ、ライブハウスとかも今ね、そういったところ集まるのも、なんですか、濃厚接触か、とかにもなるから、まあ、中止とかもなってるし、と思ったら、全然できへんなと思って。久しぶりにしたいなってなりましたね。まあなんかまた、このコロナウイルスが落ち着いたら、またそういった、まあ仕事とかも、したいなって思いましたね。まあ、掛け持ちとかになるかと思いますけど、まあ、そうなると、だいぶバタバタと、まあ、日常生活、そういうことになるかと思うんですけど、まあ、また、いずれ PA はしたいなと思います。で、今からは、まあ、今日は11時に寝たいので、まあ、今のうちに、まあ、今日の日記だったりとか、まあ、本だったりとか、いろいろやっていこうかなと思います。では、また後ほど、ほな。おはようございます。イケポンです。昨日は、多分11時頃に寝たと思います。なんで多分かっていうと、気がついたら寝てたので、はい、寝落ちしておりました。っていう感じでございます。で、今日は、なんか天気いいんかな悪いんかなちょっと、なんか、なんとも言えない感じですね。で、そろそろ、また、ヒゲの脱毛、行きたいなと思います。ちょっとまた、ちらほらと生えてきたので。あと何回って言ったかな？あと7回か6回ぐらいあるって言ってたかな？まあ、なので、まあ、あとそれぐらいの回数で、どれだけヒゲがなくなるか、楽しみですね。はい。ということで、また今から、いろいろと、準備していこうかなと思います。では。はい、ケポンです。今帰ってきました。時刻が5時5分になるところでございます。はい、ということで今から、走りに行きたいなと思うんですけど、非常に疲れました。はい。ただただ疲れましたね、今日は。走りに行くのめんどくせえ。めんどくさいけど走りに行きます。はい。それが、僕の決めたことなんで、決めたことは、やります。ということで。てか今日もね、これ買ってたんですよ。気がついたら。これ、昨日動画で進めたと思うんですけど、昨日も買って、飲んでたんですけど、3日連続で飲んでますね。はい。3日連続で飲んでます、これ。これマジで美味しい。気がついたら、本当に自販機にこうやって、小銭チャラチャラ入れてる。これはやばいな。中毒性あるうまさやな。これ箱とかで売ってないんかな、こういうの。箱で売ってたら買いたいな。はい、ということでね。まあ、言いながら、今から、着替えて走りに行きたいなと思います。思います。では、行ってきまーす。はい、ケポンです。今日の10キロ終わりました。記録はこんな感じです。はい、今日で811日目が、終了しました。後ろには、友達の、J 君が映っております。今日も早かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。不審者ですみません。この彼とはね、よく走ってたらね、会うんすよ。はい、ということでね、今日は
なんか後ろから変なのが ついてきたなと思ったら友達でしたという感じです。今日は頑張ってます。ありがとうございます。はい、ということで軽トラより早いんじゃないか本当に皆さん見てみてください。はい、びっくりしますよ。ありがとうございます。すごい怖いんです。はい、カットしてもいいですよ。ちなみに彼は映画監督目指しておりますので、ありがとうございます。覚えておいてください。完全に食でした。はい、ということで帰って、まあなんかストレッチとかしたいなと思います。では、ほら。はい、こんばんは、イケポンです。今夜の23時、25分ですね。はい、ということで、ふぅ、もうあとは、寝るだけでございます。ふぅ、てか最近すごいですね。最近というかもうコロナウイルスの影響が、いつ見てもコロナのことしか、もうなんかニュースも言ってないから、なんかこうあれですね、気持ちもこうなんか下がってきますよね。ただまあやっぱね、世間の流れというか世の中の流れはまあ知っとかないといけないので、まあニュースも見るんですけど、まあいかんせんなんかこうニュース見るとこうちょっと気分下がるなって感じですね。で、あのなんですか、あのコロナウイルスとかなんかインフルエンザとかそういう系のが流行る時ってあるじゃないですか、ウイルス系というか。なんかね、顕微鏡でこうウイルスのなんかなんていうんですか、あれ写真みたいに出るじゃないですか。なんかあれをね、なんか僕なくしてほしいんですよね、昔から。なんでもなんでこうわざわざこう色つけるんかなみたいな。別に色つけんでええやんみたいな。やし、まあ、なんなら別に写真も出さんでええやんって僕は思っちゃうんですよね。まあ、ただ、それがこうね、テレビ局の、まあ、その人の仕事って考えば、まあ、仕方ないんかなとか考えちゃうんですけど、はい。まあね、そんな感じで、もうね、もう今日は寝たいなと思います。ということで、今日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。